翔平の動画。はい、どうもこんにちは、翔平です。今日は波打ちセット、波打ちヘアについて、ちょっといろいろ話していきたいと思います。今ですね、撮影してる時刻が深夜の1時45分で、いつもねちょっと自然光で撮ってるので、今ね普通の照明を焚いて撮影してるので、ちょっとねいつもより見づらいかもしれないんですけど、ご了承ください。明日久々の外ロケの撮影の予定だったのですが、急遽ねちょっとバラシになっちゃって、ね仕事終わりなんですけど撮影しております。ということで、今日は波打ちスタイルについてお話ししていくんですが、まずですねちょっとタイトル見てクソって言ってね、低評価つけた方はぜひね撤回していただければなと思います。ちょっとまあなんでねそのことについて思ってるかっていうのを説明していきたいと思います。まあ今ある髪型で言われてるのが波打ちマッシュだったり、波打ちセンターパートだったり、まあこう最近波打ちが流行ってきてね、よく波打ちってこう聞くと思うんですけど、波打ちっていう言葉、ワード、ダサくね。これ聞いて、えって思った方いっぱいいると思うんですけど、決して勘違いしてほしくないのか、ヘアスタイルはめちゃくちゃかっこいいと思います。ヘアスタイルのことでダサいって言ってるわけじゃなくて、波打ちスタイル、波打ちマッシュっていう言葉がダサくねって言ってるんですよ。まあ、ダサくないかもしれないんですけど、僕的にはちょっと、んっていう違和感がありまして、それはなんでかっていうと、まあ、今まで、ギャルオスタイルだったり、ウルフスタイルがね、流行ったりとか、その中でのね、M 字バングだったりとか、筋盛りだったりっていう言葉が出てから、そこから短くなって、ほぐれて、さらに繊細になったものが、まあ今言われてるタバカンマッシュっていう、この大きく分けるタバカンマッシュって言われてるのが A 群ですね。 A 群って言ったらいいのかな。でその大きいグラフの円の中にあるのが、クラウドマッシュね、すごい流行ったと思います。クラウドマッシュでバブルマッシュでみたいな感じで、いろいろこう名前がついてますよね。このタバカンマッシュの中にいろいろこうあると思うんですよ。で、まあその中でね、まあウルフマッシュ、マッシュウルフみたいなのも流行ったっていうのもちょっとあれかもしれないんですけど、まあそういうのがね、ちょっとかすりまして、で、最近ね、かなりね、勢いのあるこの波打ちマッシュっていうのに対して、クラウドマッシュ、バブルマッシュ、波打ちマッシュ、んってこう、いきなりなんかこう、和テイストのものが来ちゃったみたいな感じで、なんかね、ちょっと、違和感があるんですよ。波打ちって、わかるけど、なんかもっとこう、いい名前あったんじゃないかなってすごい思って、まあね、波打ちに関して誰がこう発信してこう、それが流行ったのかって、未だにね、ちょっと、まあよく分かっていないんですけど、まあ別に特に違和感ないよって思うかもしれないんですけど、なんか僕的にすごいね、今までこう、英語でこう来てたものが急になんか日本語になって、すごいね、あれっていう、なんか突っかかりをずっと感じてまして、それについて話したいのが、だったらなんかもっと、いい名前あるんじゃないかなってすごい思って、僕が考えたのが、まあやっぱり波打ちってことはさ、この波にこう乗ってる感じじゃん。で、波って言ったらさ、やっぱりこう、サーフィン、波に乗るスポーツって言ったらね、サーフィンで、まあね、サーファーの方たちがね、サーフボードに乗ってるわけですよ。それをね、考えて僕はちょっとかっこいい名前を考えまして、サーフマッシュっていうのはどうです？はい。逆にダサい？いや、僕はそんなことないと思うんだけど、どう思います？サーフマッシュ、サーフィンマッシュ、サーフィンマッシュはちょっとね、行き過ぎてるかなって思うんですけど、僕はですね、サーフって夏っぽいとか、そういう意味合いじゃなくて、それこそ波打ちをね、こう、ちょっと、ほぐして英語に言った感じの、言うんだったら、クラウドマッシュ、バブルマッシュ、サーフマッシュいいんじゃないかなって思って、どうです？なんか、我ながらね、ちょっといい名前、ネーミングじゃないかなって思ってるんだけど、だから僕が、ちょっとね、これから、まあ皆さん、世間ではね、波打ちマッシュって言うかもしれないんですけど、僕がこうね、動画で提供する波打ちは、サーフマッシュって言おうかなって思うんだけど、ちょっと皆さん賛成してくれないですか？で、もし、気に入っていただければ、今後ね、波打ちマッシュじゃなくて、サーフマッシュとか、サーフウルフとかさ、なんか、良くない？なんか良くない？いろいろこう、縦に入れるとか、横に入れるとかさ、なんかこう、いろいろあるんだけど、僕の考える、まあ、波打ちイコールそのサーフマッシュの定義を、ちょっとね、これから考えようかなと思って、サーフマッシュの作り方みたいな動画をね、
これから作ろうかなって思ってます。ちょっと今日こういう動画でいいのかな、わかんないけど、っていうので、ちょっとネーミング的にね、いきなり漢字が来たから、僕はちょっと英語っぽくかっこよくちょっと表現したいなっていうので、サーフマッシュっていうのを考案しました。もっといい名前あるかなってね、流行りを発信したいっていう、そういうね、気持ちの表れの動画でございました。っていうので、今日は波打ちマッシュっていう、ネーミング、名前についてちょい物申すという動画でございました。まあこれアップされてんの令和の最初の方かな、今撮ってるのが平成最後の4月31日なんですけど、まあ令和ね、これからの時代、まあ波打ちが来るってこうね、いろいろ見てて思うんですが、波打ちではなくサーフマッシュね、これでいきましょう。ということで、この動画少しでもね、面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。また次の動画、きっとね、もっと面白い動画作りますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。